ハゲちゃん。はい、ハゲちゃんなんですけど、もう読みつくんだね。はい、ハゲちゃんなんですけど、僕が中二時代にずっとこうご飯を食べさせていただいてたホテルのご飯を食べた覚えがあんまりない。徒歩何分でしょう、3分ぐらいですかね。そうですね、はい、駆け足2分、鉄板焼き屋杉さんに来てます。そこで出会ったのもしゅうちゃんなので、ここは本当にアットホームなところで、いい経験というかいい、思いをさせていただいたところです。杉さんです。ありがとうございます。はい、大阪出身なんですよね。そうです、はい、大阪出身なんですけど、なんかこう沖縄に、なんで沖縄に来られたんですか。なんで来たんかな。なんで来た。いや、質問してるんですよ。大将、質問してるんですよ。これ乗ったら流れ着いたみたいな。あ、本当ですか。風の方向で、そう、風の方向でやったら着いたんですね。鉄板ね、持ってきてね、お好み焼きも作るし、はい、焼きそばも作るし、はい、特にホルモン焼きそばが最高ですからね。好きですね。はい、好きですからね。はい、しゅうちゃん、なんかあれですか、なんか出会いの場だったんで、なんか愛のキューピッドですからね。そうですね、最初はね、最初やっぱりこう来た時にね、どこの坊さんかと思ったぐらいだったんで。いやいや、自分の頭叩き合いしょって。そうそうそう、で大将がいて、まあ僕のことも知ってくれてて、でしゅうちゃんは当然住民なので知ってくれてて、3人でこうトライアングルみたいな形で食べてたのが一番最初なんですよね、来て。で僕も入ってきた時に、僕は最初に入っていったんですけど、入ってきた時になんかもうチンピラみたいな人が入ってくるなって思ったのがしゅうちゃんだった。チンピラ、チンピラじゃなくてチンピラ、はい、だったんですよね。で、ほんで話をしていくうちに、3人で話をしていくうちに僕としゅうちゃんが喋るようになって、えっていう感じで、専務なんですかっていう話になって、もうこの2階にもね、ちょっとカラオケできるところ、はい、もう今なくなったんですけどね。はい、昔はあったんですけどね。でそこでなんかもう会って、もう3時間後にはもうね、もうお互い頭ね、こうやってね、頭を取ってやばっていう、そういう仲になってたんですよね。ちょっと笑いすぎですけどね、スタッフの人はね、ちょっと笑いすぎですけど、まあ、なんて言ったってもハゲてねえしっていう話なんで、まあとりあえず本当に杉さんにお世話になって、でも僕が辞めてからも5年経ちますけど、毎年そうですね、はい、はい、来てもらってありがとうございます。いや、でもなんで、何年でしたっけ。もう10年。10年ですか、すごいですね、10年って。なんか中日の選手とかね、言っていいのかどうか分かんないけど、中日の選手だとか阪神の選手だとかいっぱい来てもらってますよね。はい、はい、来てもらってるんですけど、誰か分からないんですよね。そうなんですよ。大将ってこれね、野球何も知らんのですよ。これびっくりするぐらい。んで、奥さんとかもいるんですけど、誰が来たのって僕はいつ尋ねるんですよ。来たよって言うから、誰が来たのって言うから、分からん誰かって言うんですよね。で、特徴だけ言ってくれて、いつも当てるっていうね。そう、とりあえずね、髪がちょっと長くてみたいなね。いや、そんな大きさ、そうそうそう、ちょっと小柄でとかでかくてとかって、それで当てて、いや、多分名前わからないんで答えは出てこないんですよね、まずね。だからそういう対象なんで、よかったかもしれないです。僕もカウンターに座って、なんかこう、そこで今キャンプしてるんですよって話してからの最初だったんで、はい、そうですね、はい。だからこの杉さんも、残波をね、いっぱい扱ってますんで、ね、はい、残波一押しでね、残波しか売れないぐらいの勢いですもんね。結構そうですね、意外とズブズブなんですよ。本当ですか。ここズラなんで。ズラですか。最初どんなカミングアウトですか。絶対違うでしょ。いや、俺もこれ着たいぐらいだから。取れるぐらい、全然じゃないですか。今日プレゼントしましょうか。ここにお願いします。プレゼント、いや本当になんかこう久しぶりにっていうか、今日来ましたけど、本当になんかアットホームでも、なんか田舎に帰ってきたな、自分の実家に帰ってきたなっていう感覚で来させていただいてますけど、これからも、はい、ハゲちゃんも登録してますか。してないの。そんなことある。これなん、どういうことそれ。本当にしてない。どんだけ時間あるんよ、2人とも。びっくりするわ本当に。してますよ。してるよね。だそう言いつつしてる。してますよ。はい、知らない、絶対してくださいね、本当に。お願いしますね。はい、また本当にキャンプ来た方、はい、いろいろ、観光来た方、ぜひ、読谷村の、杉によろしくお願いいたします。でそこで、残波を飲みながら、いいひとときを過ごせたらなと、思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで今日は、沖縄の、杉さんの鉄板焼き屋さんから、お送りしました。いますか、大丈夫ですか。3、2、1、やりました。炊飯器じゃー。